山梨県は甲府市に鎮座する。戦国時代の名将、武田信玄が祀られた神社として名高い、武田神社。武田信玄は、数々の戦を勝ち抜き、負け知らずだったことから、強力な勝負運を持つ人物とされ、人生に勝つ、勝負に勝つ、仕事に勝つ、自分自身に勝つ、という人間が生きていく上で、様々な場面で勝つことに特化した御利益をもたらすと言われています。1919年に創建された武田神社は、武田家三代が約60年にわたって居住した、つつじが咲き館があった跡地に建立され、県内各所より寄進を受けた数百種類の樹木が四季折々の風景を見せます。主たる御利益は、勝運、商売繁盛、開運とされ、境内にある三つ葉の松は、全国でも珍しく黄金色となって落葉することから、身につけると金運への御利益があると言われています。また、境内には、姫の井戸や、信玄公が使用していた井戸、武田水金窟など、強力なエネルギーが宿る場所が点在していることから、関東屈指のパワースポットとして、年間を通して多くの参拝客を集めています。そこで今回は、スマートフォンがあれば、時間や場所を選ばずに、いつでも、武田神社への仮装参拝ができる動画を制作しました。ぜひ最後までご覧ください。間もなく始まるカウントダウン後に2種類の特殊加工を施した画像が28秒間表示されます。その画像中央付近にある3つの赤い点を願い事を念じながら視線を固定して見つめてください。28秒後に白黒画像に切り替わりますので、その瞬間にカラー画像に見えましたら成功です。ご準備はよろしいでしょうか。では、まずはじめに拝殿画像からご覧ください。画像中央の赤い3つの点に視線を固定してください。5秒前です。これは白黒画像です。これは特殊加工前のカラー画像です。画像中央の赤い3つの点に視線を固定してください。5秒前です。これは白黒画像です。これは特殊加工前のカラー画像です。いかがでしたでしょうか。今回ご体験いただいた動画は、残像捕食という人間の持つ捕食の感受性の度合いを利用した当チャンネル完全オリジナルの動画となっております。負けられない。大事な勝負に勝ち続けるための願掛けや験担ぎと同様、対岸成就ツールとして、当動画をぜひ繰り返しご活用いただければ幸いです。貴重なお時間を割いて、当動画をご覧いただきましたご視聴者様の大きな幸運を、スタッフ一同、心よりお祈り申し上げます。ご視聴ありがとうございました。
今後とも役に立つ開運情報をご紹介してまいりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。